前回のカツクラ、なんだかまた謎の看板がなんだろうこれ。ちょっとなんかまたトラップ的な。でもエンチャントレベル、いや行くわ。ほら向かった先の方にはなんとレザーライトのまあいいんですかいいんですか。なんだか大量にそういくらでも手が燃えた。でもありがとう、レザーライト使わせていただきます。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。できてっかな。この前ここで、うわ、できてる。うわ、すごいすごい。鉄とかの数もすごくなってきてる。スヤタイムか。あー、よく寝た。看板、ありがとう。こちらも裏でね、整理整頓の方、施してつつございまして、見てください。3つ分も揃えてしまいました。この中にある剣とかもちょっとパワーアップさせとか、新世紀福井剣とかね。でこれとかもいいか。ダイヤモンドの剣も。これをするためにはどこに片付けたっけな。職業ブロックとかうぎゃうぎゃ入ってるブロック、まだ整理整頓は完全に終わっておりません。こん中ないね。作るかこれを。鉄と木片ね。おっマンさんが久々に見たな。なんかこの画面上でホイッスなんかあげようかな。重いっすね。これダメやな。これなんとかせんやいかんわ、カズクラ。いやー、実はですね、今回、実は、ドズさんお怒りです。ドズさんがガチギレ。ちょっとLINE のメッセージ、ちょっと見せるんだけど、はい、ドズさんより、夜中、ガチギレメッセージ。業務連絡です。ワールドにボートを放置すると重くなる原因になるみたいなので、ボートではなく、ボール乗り捨ては禁止でお願いいたします。これドズルさんからのメッセージで、わざとの言い間違えね。ボートではないよと、ボートではないんだよと、ボールね、ボールみたいになってるもの、はいこれです。完全に上から見るボールですよね。ボールなんとかしてくださいという恐ろしいメッセージが。多分最終通告です。いい加減にせんと追い出すぞという最終メッセージまで来てしまったので、今回ですねワールド軽くしていきたいなと思います、というわけで早速いきましょう。これいや切れてるわ。確かにやんちゃしすぎてったあれはあるよ。みんな面白がってさ、サーバー激重みたいな草みたいなね投稿しまくったでしょ。もう切れてます。あれみんなのね、要はカズクラの島のメンバーのLINE なんよ、グループ LINE で。あれから本当に切れてると読み取れるもんはいるのかと、あ待って、そういえばこれ今鍛える予定やったんや。ちょっと待って、あれどこ置いたっけ今鍛えるやつ。あれまあいっか。マングさん来てびっくりしちゃって、もういいや。とにかくドズル氏は切れているというのは、誰が見てもはっきりとわかるんじゃないでしょうか。これ今回は完全に切れてるからさ、やっぱこちらと誠意で対応していきたいなと思いますので、皆さんよろしくお願いします。ちょっと待ってくださいね。修繕耐久 OK。 はいジッポ修繕付き。ドズル氏切れさせたら大変なことになるからね。すやよく出た。さあというわけで早速作業開始です。まず大きな原因を作り出してる。ここからね、なんとかいきましょう。ここからまずは一歩ずつです。ホットな観光地を完了した。何やってんのそれから、何やってんの。まあ行きましょう。行きましょう。おいでパチコン。おおいいでしょう。わーお。ほんでここに、こんな感じに飛ばされるんだね。ちょっと待ってね。こっから「こんにちは」って感じで、ゴーレムさん出てくるはずなので、ちょっと待ってね。オッケー、ゴーレム保管計画。あとはこっちの方にゴーレムさんが来ないようにだけ蓋をしておけばこれで OK だ。はっ、どこなんか変なとこついちゃったんだけど。やだー、どこだってこれ。地下のどっかだこれ。これ右手に松明っていうのを目印にしていけばつくはずなんや。あったー。うわ、ただいま。おー、しゅんら今すぐみんな助けてやるからな。泳いでる泳いでる、みんな激しく泳いでるぞ。どうだ、まず泳ぎすぎ。待て待て、泳ぎすぎて。ちょっと待って待って、難しいな。どう入った、運んで。ちょっと待ってね、これまずいな。ちょっと待ってくれ、通れねえ。待て待て、俺は行くわけにはいかない。ああ、行っちゃった。まずいな、どこ戻るんだろう。ああ、オッケーオッケー、もうちょっと。どう行ってる行ってる。オッケー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 。あとこいつらちょっと助けてあげないと。どうだお前ら。オッケー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 。いいよいいよいいよ、ええよ。あとはなんとかこれ以上近づいちゃダメなんだよって押し出していく。これはオラの仕事。んいや、豚の声せんかった。気のせいかな。はい、みんな行ってらっしゃい。おーし、これでオッケーだよ。オッケーオッケー。うわ、なんとかオッケーかな。ほんでどうだろう、こっち。オッケーです。とりあえずオッケーです。はい。あれ、野良ゴーレム、やばい。野良ゴーレムが一人で頑張ってるわ。強い。野良ゴーレム強い。負けないぞと経験値吸わせてもらおうかな。このジッポの経験値吸うために。うわ、すぐ一瞬で回復したわ。あれ、結構はみ出てんなあ。鉄落ちてる。まあ落ちてる、経験値が。ほらすごい量の、結構いない間にすごい量の戦いがこっちの方で行われたようだ。これとりあえずこのネザーに移したということで多少なり負荷がいいものになってるんじゃないのかなっていう。大丈夫か。大丈夫っぽいよね。念には念を。ちょっと待ってね。あー、びっくりした。あ、ここやね、カズさんの場所やね。このゴーレムもなんとかしたいけどな。まあいっか、とりあえず。重いまだ重い。まだ重さを感じるわい。んで念のためね。念のためよこれ。あー、エデンシステムではないから、これエデンシステムではないけど念のためちょっと今 やってみたいけど、これもしかしたら鉄がこぼれ落ちてくる可能性があるから。なんかどんどんって言ってる。なんだろう、鉄に借りたがってるのかもしれない、もしかすると。おー、切れちゃう。これで怒り、ロズさんの怒りがね収まればいいんだけどな。怖えぜ。あと放置されたボートね、ボート問題ということで、とりあえず全てのボートを今破壊だけしよう。あ、でもパンダさんはちょっとあれ特別待遇で置いといてよ。これは一体何なんだろう、これ。水流か。はい、解散。さあ、あと、ワールドを重くしてるもの、あれも崩しに行こう。本当に切れてんだって。これよな崩しに行くわ。崩すわ。ごめんなさい、もう切れないでください、お願いします。切れないでください、怖いです。ほんの出来心だったんです。ほんの出来心でこんなことしてしまいました。これなんか確か重くなりそうですよね。これについての指摘はなかったんですけど、このボールね、要はこのあわあわですよ。このあわあわがなんか重くさせてるんではないのかと。取り除きます。これも地味な作業だな。頑張りますよ。お願いだから追い出さないでください。お願いだから。怖い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 。実はこのワールドのみんながね、怯えてるのかもしんない。サーバーの持ち主ほど強いもんはいない。要は、まあ、みんな例えがね、難しいよね。サーバーの持ち主っていうと、大家さん。だからね、例えば、今、マンションとかね、まあ、アパート住んでる方わかると思うけど、大家さんがさ、僕らが、なんか迷惑なことして、大家さんが悪いけど困るから出てってもらうしかないよねって言ったら「ですよね」みたいな「うん、ですよね」ってことになるんですよ。それはこれ仕方ないことなんですよ。決してドズルさんとかが悪いとかじゃなくて、僕らが悪いことやってたのは事実だからね。これは追い出されますよと。そりゃそうですわと。大家さんの望む世界になるように頑張ります。だからドズルさん追い出さないでください。よいしょ。じゃあレッツホリホリ。いってえよ。坂分かってたよ。めっちゃ投げてたの。うら神の怒りを鎮めることができるのかな。俺今回頑張ったでしょ。ああしゃしゃしゃ、もういい時間になってきたべ。結構な、でもこのソウルサンド使うことないんだけどね。これどうしよう。埋めちゃダメだけどね、参拝としてとか島の近くに埋めるか。これなんか島作るときにさ、いらないブロックとして使うこれいやーどうしようか。非常に悩ましいとこでございますな。回収。あー気持ちいい。はいはい、というわけで本日はこんなところで、終わらせていただきます。軽くするということで、めちゃめちゃ軽量化させていただきました。これで多分クビ宣言はね免れるかなとは思ってるんですけども、ね、もしまだおこっぽい雰囲気だったら視聴者さんからもね、カズクラなりに頑張ってるとだけね、コメント書き込んでね、存続させてください。お願いいたします。私にはね、このメッセージ業務報告です。ワールドを重すぎにしたカズクラクビにしますというメッセージにしか見えません。怖いです。だから今なんとか頑張ったんです。というわけで本日はこんなとこで、また皆さんお会いいたしましょう。バイバーイ。